耳から学ぶ。シルバーバーチは語る。五章、絶対的摂理の存在。二、危機物語。こうした霊的問題に携わる人で、地上の人間の心身両面にわたる健康を維持するための霊的摂理を説く人は、大きな責任を負っていることになります。それを勘違いしたり、怠ったりすると、地上生活中、ないしは、死後に、その代償を支払わされます。例えば、時折私がうんざりさせられることの一つに、霊界からの高等な教えばかりを求めて、それを、同胞のために役立てることをしない人がいることがあります。人間は、成長するにつれて、大霊の摂理の働きを理解していくのであって、教えそのものに、高いも低いもありません。そうやってもったいぶって、真理の追求ばかりをしている人たちが、地上を少しでも住みやすい世界に、つまり、飢えや渇きから解放し、疲れた体を癒せる家に住めるような世界にするために行動を起こすようになれば、それこそ、最高の教えを実践することになるのですが、人間は、戦争が起きると、なぜ大霊は止めさせないのかとか、なぜ未然に防いでくれないのかと思うようですが、大霊の摂理を無視している以上、責任は人間自身にあるのです。行為が生み出す結果は絶対に避けられません。私たちにとって、その摂理を改めることはできません。蒔いた種が生み出すものは自分で刈り取らねばならないのです。利己主義という種を蒔けば、それ相当のものを刈り取らねばなりません。傲慢、嫉妬、怨恨、貪欲、敵意、不信、猜疑心、こうしたものが積もり積もれば、いつかは、戦争、難題、不和といったものを生み出します。私たちは、そうした摂理をお教えするために地上界へ降りてきているのですが、その目的が理解できない人たちから、冒頭で述べたような、咎め立てをするような不満を聞かされます。しかし、私たちとしては、大自然の摂理を明かすこと以外には何の意図もありません。というのも、地上界を支配しているのは大霊の摂理以外の何者でもないからです。それを宗教と呼ぼうと、科学と呼ぼうと、哲学と呼ぼうと同じことです。その摂理に逆らった生き方をする人は、一個の人間であろうと、大勢の集団であろうと、民族全体であろうと、国家全体であろうと、いつかは、その代償を支払わねばなりません。その摂理の働きが完璧であることは、常々申し上げている通りです。その働きが、人間の目には見えないことがあるかもしれません。しかし、原因と結果は、必ず連鎖して働きます。摂理がそのようになっているのです。こうしたことは、何度も申し上げてきたことです。摂理、大霊の摂理以外に何もありませんと改めて申し上げるのは、そういう理由からです。私たちの使命は、神とは何かを明らかにすることですが、それは神すなわち大霊の摂理を明らかにする以外に方法はありません。が、大霊の摂理を知ることによって、それと調和した生活が可能になります。もちろん自由意志が与えられていますから、摂理に従うか否かは、あなた方の選択に任されています。一個人であろうと、集団であろうと同じことです。ただ言えることは、何事も、その摂理にのっとって計画し、それに反することのないようにしなければならないという、この単純な認識が行き渡るまでは、地上界に、混乱と破滅と、惨事の止むことはないということです。私たちとしては、そうした永遠の霊的真理をお教えすることしかできませんし、またそれで良いと考えております。なぜなら、物的なものが崩壊し、塵となった後も残り続けるのは霊的真理のみだからです。物的なものだけに目を奪われているものは、大きな過ちを犯しております。幻影を追いかけ、永遠の実在を忘れているからです。霊的真理といっても、至って単純なことばかりです。なのに、地上界の人間は今もってそれが理解できておりません。それを学ぶには、いろいろな道がありますが、苦痛と楽類、流血と悲劇を体験しないと学べないというのであれば、それもやむを得ないでしょう。私としては、できることなら、
愛とほぐしの精神を通して霊的資質を発揮する中で学んでほしいところです。しかしそれができないとなれば、摂理に逆らった手段によって痛い思いをしながら学ぶしかないでしょう。痛みという代償と引き換えに学ばねばならないということです。地上界で大人物と言われた人が霊界でも大人物と言われるわけではありません。こちらの世界での偉大さは、魂の偉大さ、霊性の高さ、サービス精神の大きさで測られます。物的世界が消滅した後も末永く生き続けます。自由意志は大霊から賜った権利ですが、その使用を誤ると代償を支払わねばなりません。同じことが地上世界の百事全般にも言えます。摂理にのっとった手段を取れば豊かな恩恵を賜ります。もし間違った手段を取ると、それ相当の結果を刈り取らねばなりません。前者が平和と幸福と豊かさをもたらし、後者は悲劇と戦争と流血と混乱を招きます。私たちは本来なら大霊の子らの教育者であるべき階層の者たちから軽蔑されております。大霊の名のもとに大霊の愛を携えてきたと述べていることが気に入らないらしく、本来なら大歓迎されてよいはずなのに逆に拒絶されております。お役に立ちたいとの願望に燃えて、地上人類が自らの力で自らを救うための摂理と霊力の存在をお教えしようとしているのですが、しかし霊的な無知に浸りきり、儀式や作法に取り囲まれ、天津さえ神の霊力が今日でも地上界に降りることを否定するようでは、英国国教会では神は紀元66年まで地上に働きかけ、それ以後はいかなる働きかけもしないという信仰がある。その代償は目に見えております。私たちはそういうことを説く御神には用はありません。人のために役立つことを願う人々の味方であり、何かと敵対する態度に出る人たちの敵です。私たちは愛とほぐしの翼に乗って降りてまいります。愛とほぐしの仕事こそ私たちが果たさねばならないのです。それには困難と障害が立ちはだかるであろうことは覚悟しております。しかし必ず克服します。潮流のように満ちては引くことを繰り返すことでしょうが、最後は必ず勝利します。私たちだけでは大きな仕事はできませんが、あなた方地上の人々と協力すれば幾ばくかの仕事はできます。たった一人の魂を救ってあげるだけでもいいのです。暗闇にいる人に光明をもたらしてあげれば、弱っている人に力を貸してあげることができれば、あるいは逆境にあえぐ人に慰めとなる教えを授けることができれば、それがたった一人であっても価値ある貢献をしたことになるのです。傾向の流れ、いわばバイブレーションがあるのは事実ですが、それは宿命的にどうしようもないものではありません。人間は様々な放射物や影響力にさらされていて、その多くが何らかの影響を及ぼすことは事実です。しかし、大霊は人間の一人一人にご自身の一部、霊性の一部を与えてくださっていて、各自の進化のレベルで自由意志を適切に行使すれば、その霊性の開発の道で生じるいかなる障害も克服できるはずです。あなたが大霊であり、大霊があなたであると言ってもよいのです。例えて言えば、大地にまかれた種子は、その成長を促すものを与えれば芽を出し、成長し、見事な花を咲かせます。それと同じで、あなたという存在の中に大霊の種子が植え込まれています。あなた方自身が庭師です。その種子がいつ花を咲かせるか、あるいは果たしてうまく花を咲かせるかは、あなたの手入れ一つにかかっています。そこに自由意志による選択が許されているということです。せっかくの種子を暗闇の中に置き去りにし、成長に必須のもの、すなわち無視の善行ということに何の努力もしない生活では、大霊があなた方を通して権限していないことになります。あらゆる体験があなた方の永遠の人生模様の一部を構成します。その永遠の人生をあなた方はとかくこの世だけの出来事によって判定しようとします。その悲壮だけを見て
偶発的な出来事の連続のように思うようですが、何回かにわたる地上生活のすべてを通して、一本の糸が貫かれていることにお気づきになりません。調和を基本的摂理とするこの大宇宙にあっては、あなた方一人一人が、大霊の計画に貢献しているのです。地上生活での出来事は、時には辛さと絶望、痛みと悲惨さに満ちていることもあるでしょうが、そのすべてが、永遠の旅路に向かうための試練なのです。暗黒と光、影と日向といった、全く対照的なものも、実は一個の統一体の側面の反射に過ぎません。影なくしては日向もあり得ず、光なくしては暗黒もあり得ません。それと同じ理屈で、困難は、魂が向上するための階段です。困難、障害、ハンディキャップ、こうしたものは魂の試練なのです。それを克服したとき、魂は、より強くなり、より純粋になり、より充実し、かくして進化が得られるのです。無限の可能性を秘めた魂の潜在的資質が、困難も苦痛もなく、影も悲しみの体験もなしに発言すると思われますか？発言するはずがありません。悲哀の極みを舐め尽くして、初めて、魂の奥底からの喜びが味わえるのです。生命の階段を低く降りるほど、それだけ高く上がれるのです。地上人生の影と思える体験を多く味わうほど、それだけ日向の喜びが、ひとしお身に染みるのです。すべてのことが、霊性進化の肥やしになるのです。そのうち、皆さんも、肉体の束縛から解放されて、曇りのない目で地上人生を振り返る時が参ります。その時、紆余曲折した一見取り留めもない出来事の絡み合いの中で、その一つ一つがちゃんとした意味を持ち、皆さんの魂を目覚めさせ、その可能性を引き出す上で意義があったことを、つぶさに理解なさるはずです。人間が体験する苦難の中で、正しく理解し、正々堂々と立ち向かって、何の益ももたらさないものは一つもありません。一体、困難も試練もない物的世界というものが想像できるでしょうか。そういう世界では、何の進化もありません。克服すべきものが何もありません。あるのは堕落のみです。質問。私は、狐狩りをしたことがありますが、間違ったことをしたことになるのでしょうか。シルバーバーチ。すべて生命あるものは神のものです。いかなる形にせよ生命を奪うことは許されません。質問。でも、うちの鶏を20羽も食い殺したのですが。シルバーバーチ。では、仮に私がその狐20を与えて20羽も鶏を食べたあなたを撃ち殺せと命令したらどうなりますか。地上のすべての生命には大霊によって食すべきものが平等に与えられています。人間が飢えに苦しむのは狐が悪いのではなくて、人間自身の考えが間違っているからです。地上人類がさらに進化すれば、そうした間違った欲望は消滅するでしょう。狐や鶏を人間がこしらえることができれば、それを人間が食べても咎める者はいないでしょう。人間が、鶏や狐を殺しても良いというのが道理であるとしたら、同胞も殺して良いという理屈になります。生命は人間のものではありません。大霊のものです。生命を奪う者は、いつかは、その責任を取らなくてはなりません。質問。オーストラリアでは、ウサギの異常繁殖が脅威となっておりますが、これについてはどうでしょうか。シルバーバーチ。人間は本来そこにあるべきでないものを勝手に持ってきて、それがもたらす不都合について文句を言います。私の地上の故郷である北米大陸についても言えることで、白人が自分たちにとっては良くてもインディアンにとっては良くないものを持ち込みました。戦争も白人がもたらしたものです。それからインディアンが菓子と呼んだもの、ウイスキー、ジンなどアルコール分の強い酒、その他、不幸をもたらすものを持ち込みました。白人がやってきて人を撃ち殺すことは、正義であるかに吹聴するまでは、銃で撃ち殺すということなど知らなかったのです。そのうち、人間も、宇宙の、あらゆる生命、
動物も小鳥も魚も花も、が、神の計画の一部を担っていることを知る日が来るでしょう。神の創造物として、そこに存在していることを認識するようになるでしょう。